つ前に力入ってたらできますね。ほら、近くに来たからちょっと手を縮めてクッと回したよね。なんかインタビューでその他の選手にできます。続く2回です。松井の2打席目三振だったんですが、ランナー1塁に置いて4番の落合。これはすごいホームランなんで、はい、後で、お話したいと思います。インコース難しいボールですよね。松井に負けじとこちらも第1号のツーランホームランです。ジャイアンツは松井、落合のアベックツーランで2回までに7対0と一方的にリードします。江川さん、今日の試合はどうですか？今日はね、あのポイントが一つだけあるんですよね、はい。落合選手の打ったホームランなんですけども、あれはインコースのねボールなんですよ。実はストライクゾーンじゃないんですね、はい。で、あれを普通に打ちますと全部ファールになります。ファールになります。で、今スローで撮ってますけども、じゃあなぜファールにならないでホームランになったかっていう話をちょっとしたいと思いますけども、はい、これはまあバットの面と思ってくださいね、はい。で、ボールが正面から、まあ、ピッチャーの方が投げ出せますね。それを普通の角度でこう当たるとですね、こっちへ飛んでってファールになるんですね。はい、ボールのボールを打ってますから、ここでポンと打った時にこの角度で当たっちゃうとこっちへボールが飛んでてファールになるんですよ、はい。それをですね、面をこういうふうに、わかりますかね、こういうふうに、あの、まあ、極端に言うとピッチャーの正面に向けるようにこのバットのですね出し方をこう出すやつをですね、肘を畳んでこういうふうに向けてるんですね。押し出してる感じ、正面に向けて角度をですね、こういう角度だとファールになっちゃうんですけど、こういうふうにしたんです。それでこう押し出すように打ってるんですね。したがって打球が切れないで向こうのそのレフトの方に飛んでったという、ちょっとこれは明らかに誰もができるっていう打ち方じゃないんですよね。今の日本の選手では一人だけです。落ちる選手しかできません。ですからすごいホームランだということを分かっていただいたりしますね。攻められるインコース打ったっていうのも大きい。もうインコース打ったと思っても山が出てました。なるほど、はい、すごいホームランということを分かってください。まあ、はい。